1年ほどお付き合いした彼女と、ロザコさん、男、この度結婚することになり、近々一緒に暮らすことになりました。おめでとう。結婚してからももちろん光の戦士としてエオルゼアでの活動は続けていきたいと思っています。そこでなるべく彼女の敵手を取らず平穏にエオルゼアへログインするためのアドバイス等があれば教えてください。なお彼女は残念ながら光の戦士ではありません。またこんなことをしてレイジオブハローネ当てたくらい大幅に相手の敵手を上げてしまったというようなガチネトゲプレイヤーの吉田さんならではの実体験があれば教えてくださいということですが、どうなんでしょうか吉田。まずはご結婚おめでとうございます。まあ、おめでとうございます。今してないのか、間もなくなのかな。ですね、結婚してからその嫁のヘイトを取らないようにオンラインゲームをどうするのかというのはですね、多分既婚者のオンラインゲーマーにとって誰しもがこう頭を悩ませたことのある問題なのかと思うんですけど、まあそれは結婚しなくても多分彼女ができたとかいう時にですね、こうオンラインゲームばっかりやってると怒られるみたいなのはあると思うんですが、一番いいのはですね、その相手さん光の戦士ではないということなんですけど、まず環境を整えることからしましょう。例えば堀さんが今 PS4 版でプレイしているなら PS4 をもう1台買 う, ほうで、テレビが1台しかないならテレビももう1台買う。でまずは一緒にゲームをしよう、一緒に何かをしよう。例えば PC 版でプレイされているんだったら PC 台もう1台買いましょ う, ほうで、いきなりその14じゃなくてもいいと思います。例えばウェブサーフからとか、その同じ時間帯に近くでこう同じように PC を開いて何かをしてるっていう空気さえあれば別にヘイトは飛んでこないので、それで慣れてきたら一緒に遊びたいんだと、このゲームとても面白いから君と一緒に遊びたいんだって話をちゃんとすれば、しぶしぶかもしれないです最初は、でも少しは触ろうって気になってくれると思うので、やっぱり最終的には一緒に光の戦士として楽しむっていうのが僕は一番いいと思ってるので、そのためにですね投資を惜しまない、あとはっきりちゃんと気持ちを伝えるってことをしてりゃ大丈夫なんじゃないかなと思います。むしろ隠れてやったりしようとする方がお互いストレスになると思うので、それだけはやめた方がいいと思います。そんで奥さんがハマっちゃってもう後にレード行きまくるみたいな、ちょっと武器弱くないそれみたいな奥さんになるのであったみたいな夢の話だね。なんか知り合いの方は家事全部するからゲームやらせてって言ってやってる人もねいましたね。まあでもともかくおめでとうございます。楽しい、エオルゼアライフが送れますように、その後もぜひお便り欲しいですね。お待ちしております。